トシュルは日本のミュージシャン、ボーカリスト、音楽プロデューサー、コンポーザー、執筆家、画家。ロックバンド x ジャパンのボーカリスト。作家、バラエティ番組で活動する場合の別名には、ビューゲントシ。愛称は、トシさん、トシちゃん、トシ君など多数。身長168センチメートル。血液型 A 型。本名は、出山トシゾウ。 2010年2月9日、名前の表記を大文字だけの都市から、トシュルに変更。1965年10月10日、公務員の父とピアノ講師の母との間の三、なんとして千葉県立山市に生まれる。吉木とは幼稚園で出会い、1977年にバンド、ダイナマイト、1978年にバンド、ノイズを吉木と共に結成。ノイズではギターを担当した。 1982年にバンド X を結成し、1989年に X のボーカリストとしてメジャーデビュー。1992年に X の活動を一時休止。同年の4月から8月までオールナイト日本水曜一部の時間帯のパーソナリティを務める。10月にはソロデビューシングル Made in Heaven を発売し、11月にアルバム メイドイ・ウン・ヘブンを発売。ミディアムテンポな楽曲を中心とした内容は、X の都市というイメージを払拭するものであった。1993年にはアクト・アゲンスト・エイズに参加し、日本のフォークソング、ロックのカバーを披露した。アクト・アゲンスト・エイズへの出演は、薬害エイズ事件により、同年4月4日に19歳で死去した、青年、岩崎隆義が、生前に、 トシュルを描いた油絵に触れたのがきっかけだった。その後、ナイトホークスと共にソロコンサートツアーを開催。また、ロックオペラ、ハムレットにハムレット役で主演。1994年にナイトホークスとのコラボレーションで複数のシングル及びアルバム、ミッションを発売。ギタリストと作曲には、後のチャチャマルが参加。1995年にアルバム、グレースを発売。 全曲の作詞作曲のいずれかに携わり、アコースティックギターを取り入れた、カントリーポップ調の作品であった。ロックスターとして一世を風靡した、X ジャパンのボーカリストとして、純風満帆のように見えたが、後に、この当時を精神的にすさんでいたと解雇している。1997年アルバム、青い宇宙の旅人を発売、本格的にヒーリングを取り入れた作品となり、 この作品を契機に自身の方向性が決まったという。同年2月14日、ハムレットで共演したアイドルのモーリア・カ香リと4年の交際を経て結婚。1997年4月、ヒーリング歌手を目指す以降から、X ジャパンからの脱退を表明し、同年12月31日の東京ドームでのライブ、ザラストライブ最後の夜をもって、X ジャパンは解散。なお、 11月には、博士太郎とのコラボレーション、都市博士太郎名義で、シングル、ナチュラルハイ、ラブソングを発売しており、1998年には、アルバム、カナリーを発売。バイオリンとシンセサイザーを大きく取り入れた、プログレッシブロック調の作風であった。1998年7月に、NHKBS2 の番組、世界悠々に旅人として出演。 テーマ曲は、マサヤ作曲の、君はいないか、森と風の旅人。同年、定築へ移籍し、マサヤを、プロデューサー、コンポーザーとして迎え、シングル、君はいないかを発売し、1999年には、レムリアイランドレコードに移籍し、アルバム、愛の死を歌いたいを発売。ロック色赤毛を潜め、ストリングスをバックとしたクラシカルな、ヒーリング作品であり、 それまでのキーを大きく下げていることなどが特徴。1999年3月よりトークライブの全国ツアー、下火を開催。自身のキーボードやギターなどでの弾き語り形式や弦楽史重奏を従えたクラシックコンサート形式でマサヤーの楽曲を演奏した。また、この頃からロック系の衣装やトレードマークであったサングラスを止め、ラフな姿で活動。 愛の死を歌いたいツアーの会場は主にレコード店、老人ホーム、商店街やスーパーであった。いろんな場所で歌えることが幸せと話しているが、トラックの荷台がステージだった時はさすがに驚いたという。その後、一部週刊誌に都市は洗脳されたと報道される。トシ所ル側は自分の利権をめぐり、 トシュルの実刑が仕掛けた絶造であると主張しているが、兄側はこれを否定している。ヤフーオークションに、X ジャパン時代のバンドの衣装などを多く出品した。2001年、下火、再びを開始。コンサートの合間には、ボランティアミニコンサートとして、学校、地域の老人、障害者、児童などの福祉施設や、ホスピス、少年院、刑務所等を回った。 都市ヒーリングとしても、国内外のホールやレストラン、地域の各種イベント出演、ディナーショーなどでコンサートを行った。1日に数本、365日ほぼ休みなく、1枚会以上に、渡り、様々な場所で公演を行う。全国を回る中、過去の自分についても深く語り、心の癒しの大切さを音楽と MC で伝えた。2007年1月、 8年間続けて行ってきた下火を終了。同時に、それと関係した商品の販売も終了。2007年2月10日、自身のオフィシャルサイトにて、x ジャパン再結成への話し合いを進めていることを明らかにした。吉木が雑誌のインタビューで、現在のトシュルがロックをやってくれるのか、とトシュルのメジャー復帰に対して懸念を表明していたが、トシュルは、 ロックも癒しの一つとして受け入れるとコメントした。3月21日にはアメリカ・ロサンゼルス在住のヨシを訪ね、およそ10年ぶりに共に演奏したことを自身のオフィシャルサイトにて明らかにした。10月22日、X ジャパンが再結成。メジャー後期頃の髪型にサングラスといった解散時とほぼ変わらぬ姿で新曲 IV の ミュージックビデオの撮影を行った。2008年1月に、トッシュル、オフィシャルサイトが大幅にリニューアルされ、それまで、ソロ活動中は一切乗ることのなかった、x ジャパンの文字が掲載された。2月25日には、都市ヒーリングとして、愛の死を歌いたい、大空を飛ぶ鳥のようにの再録音バージョンを含む、癒しの音楽の全18曲4枚組ベストアルバム。 都市ヒーリングアイの死を歌いたいを発売。3月28日から30日までの3日間、東京ドームで3夜連続の X ジャパン復帰コンサート攻撃再開 2008IV 破滅に向かってが開催される。4月1日にはヒーリングワールドからシングルアースインザダーク青空に向かってを発売。同曲のインストは X ジャパン復帰コンサートにて BGM として、 使用された。4月2日、写真集、アースインザダーク》を発売。5月12日には、都内で、写真集発売イベントに参加。5月4日、ハイドメモリアルサミットに、X ジャパンのメンバーとして出演。6月11日、エコハードロックをコンセプトにした、ロックバンド都市ウィズティア e a の結成を、アメーバスタジオにて発表。同時に、同バンドのギタリストとして、 元ファンタスマゴリアのジュンとシャルロットの重夜の加入が発表された。6月29日にはドラムとして元ラクリマ、クリスティーのレビンの加入が、7月1日にはルナシーのマヤが同ツアーの大阪公演、福岡公演、東京公演に出演を予定していることが発表される。7月21日、 ベーシストとスペシャルロットの流下の加入が発表される2008年9月27日と28日に北九州ミュージックフェスタイン紫川2008に出演。2日間で経営4回の公演を行った。2009年10月、六冠神経痛を患い活動休止。2010年1月18日、都内で記者会見を開き、レムリアーイランドレコードの更新団体である。 株式会社ホームオブハート、株式会社ヒーリングワールドから離れたことを発表。妻の森谷香里とも離婚調停中であることを明かした。2月2日、2月1日付で、p c サイト、都市ストアサイト、携帯サイト、都市モバイルストアが開設される。同日より、ありがとうセール感謝サイト題して、都市ヒストリー、下火、都市リュエット、 トシウィズ・ティー・アースなどソロ活動の CD や DVD などグッズの記念セット販売が始まる。2月8日、新たな公式オフィシャルサイト、ブシジャパンを開設し、再活動5発のアルバム、ブシジャパンの発売を発表。また、名前の表記をトシュルに変更することも合わせて発表。2月24日、赤坂ブリッツにて、コンサート、トシュルラストコンサートブシジャパンを開催。 同コンサートはヨシキがプロデュースを務め、X ジャパンのメンバーも参加。自身が書き下ろした新曲や、各メンバーの楽曲を演奏した。アンコールでは、X ジャパンの楽曲、Forever Love, Endless Rain を演奏した。さよならコンサートとも呼ばれる、このライブを境に、これまでのソロ活動に終止符を打ち、X ジャパンボーカリストとして再始動する。2010年7月10日、 ザルッツ・カールトン東京2階グランドボールルームにて、第1回トシュル、クラブミーティングを開催。新曲を披露したほか、サプライズゲストとして、X ジャパンのメンバーヒースとヨシキが登場。2011年1月24日25日、ザ・プリンス・パーク・タワー東京にて、自身初のソロディナーショー、トシュルフィーチャリング、ヨシキウィズ世界の3国スペシャルコンサートディナー。 クリスタルピアノの君を開催。4月9日より、東日本大震災の復興支援、コンサートツアー、東日本大震災、トシュルチャリティーコンサートを開催。岐阜県の橋間市文化センターを皮切りに、金沢、大阪、福岡の4都市8公演を行った。二千十一年八月十八日十九日、東京、芝公園のザ・プリンス・パーク・タワー東京で、 吉木をゲストに招いたディナーショーを開催。ステージではソロ曲、星空のネプチューンや X ジャパンのフォーエバーラブなど13曲を披露。18日からこぼれ落ちる光の中でクリスタルな夜をあなたに19日と知ると吉木と過ごす華麗なる真夏の夜から。2011年9月30日、宮城県気仙沼市の松井は小学校、元吉京高校、大谷中学校、 地元企業の気仙沼商会を訪問し各地でミニコンサート開催。グランドピアノ、ギター、一輪車等を寄贈した。2011年10月10日、ザ・プリンス・パーク・タワー東京にて第2回ファン・ミーティング星空の集いを開催。ステージでは春の願いや星空のネプチューン、アンコールで X ジャパンのフォーエバー・ラブ計3曲を披露。 二千十四年一月二十三日、北海道上川郡上川町を訪問。上川中学校、上川高校の生徒全員へ向けての特別授業、おといくとして、人づくり講演会、トッシュル、マッサージライブイン、上川町、奇跡の出会い、を上川町カミングホールで行った。本人は、自分が歩んできた、これまでの体験談を語り、後日、学生から送られてきた、 感想文に、とても感動したと語った。曲は、Forever Love 等を披露した。7月7日、ヤマハホールにて、トシュルコンサート、プレイフォーザスターズコンサートを開催。7月27日、約1年間にわたり執筆してきた、著書、洗脳の発売を禁念し、サイン本を渡し握手会を福歌書店、新宿サブナード店にて開催。同イベントは8月10日。 木の国屋書店グランフロント大阪店、10月29日、札幌紅茶ンフォー新川通り店でも開催された。8月9日、ニコニコ生放送、洗脳地獄の12年からの生還＆クリスタルロックナイトニコ生 SP に出演した。2014年8月22日、中井正宏の金曜日のスマたへ、に出演。 バンド解散の経緯や約12年にも及んだ苦悩と体験を VTR とトークを交えセキララに語った。番組のラストでは弾き語りでのフォーエバーラブを披露した。8月25日、ゼップダイバーシティにてバックバンドを加えたソロライブクリスタルロックナイトサマーライブインダイバー未来を愛してるぜと題したコンサートを開催。2015年3月25日、シングル 群青の夕暮れな入れを発売。4月12日に京セラドームで行われた関西コレクション 2015S、S に出演。4月29日、ホテルニューオータニに似て、トシュルジネコンサート2015プレゼンテッドバイ、ロートディナーショーを開催。5月24日、トシュルクリスタルロックチャンネルの開設を記念して、池袋のニコニコ本社にあるニコ袋スタジオに生出演。 2016年3月、フジテレビジョンが設立したゲーム事業会社、フジゲームスのサウンドプロデューサーに就任。2018年11月、ユニバーサルミュージックより自身初のカバーアルバム、アイム、エイシンガーを発売。初週で22,946枚を売り上げ、オリコン週間アルバムチャートでは4位を記録。アルバムでのトップ10入りは、グレース以来。 23年ぶりとなった。2019年12月、カバーアルバム第2弾となる、アイム、エイシンガーボリューム2を同月4日に発売。オリコン週間アルバムチャートでは、初週で14,380枚を売り上げ、8位を獲得。前作に引き続き、アルバムチャートでのトップ10入りを果たした。2020年4月、新曲、BE オーラを 配信限定でリリース。オリジナル曲のメジャーレーベルからの発売は22年ぶり。ドラマタイアップは今回が初となる。2004年4月30日、自身が代表取締役を務める株式会社都市オフィスの事務所で児童虐待が行われたとして、紀藤正樹らが刑事告発。2005年7月4日に、宇都宮地方検察庁は、 権利なしの不起訴処分とし、トシュルは、キトーラに対して、名誉毀損、営業妨害などの非を問う、民事訴訟を起こす。また、キトーラもトシュル及び、株式会社ホームオブハートのマサヤラを名誉毀損により、提訴した。2007年2月26日、株式会社ホームオブハートのセミナーに参加した、元女性ファンらが、損害賠償請求を提起し、東京地方裁判所は、 オーム・オブ・ハートと共に、トシュルが代表取締役を務める株式会社、都市オフィスにも1540万円の賠償命令という判決を下した。これを受けて株式会社、都市オフィスは、虚偽により絶造された内容を鵜呑みにして出された、不当判決であるとして3月に控訴した。2007年3月13日、キトーらにより刑事告訴されていた名誉毀損について、 東京地方検察庁から不起訴処分の決定が出た。これにより、祈祷らのトシュル及びトシュル関係者、関連会社に対する刑事告発、刑事告訴はすべて不起訴処分となった。2009年12月25日、株式会社ホームオブハートのセミナーに参加した女性が損害賠償請求を提起した訴訟の判決が東京地裁で行われ、ホームオブハート側には、 賠償を命じたが、トシュル本人への請求は、勧誘などを行っていたとは認められないとして、退けた。2010年1月18日、裁判所から破産手続き開始決定がなされ、同日に記者会見を行い2009年12月18日に、自己破産を申請したことと妻の子をと離婚調停に入ったことを明かした。また、 必要経費は持たされたカードで支払っていたものの、全収入が、ホームオブハートや、その関連会社に流れていたことを、ミクシーの日記で発表した。2010年2月2日後が離婚に応じ、離婚調停は無効となり正式に離婚が成立した。また、迷惑をかけたファンや関係者への詫び状も送付したと、報じられる。2010年4月15日、東京地方裁判所が、 都市オフィスの破産開始決定をしたことが明らかになる。2010年8月3日、東京地方裁判所の債権者集会で、資産が約204万円、負債が約2億7100万円、債権者12名であり、収入は元妻を通じて、ホームオブハートに渡っていたこと、10年以上、別居していた元妻とセミナー主催者が合成な暮らしをしていたことを話した。 ヒーリングワールドヒーリングワールドオフィスブシジャパンミュージックステーション出演歴ありがとうございます